末期用紙は、江戸時代、武家の当主で死死のない者が、事故、急病などで死に瀕した場合に、家の断絶を防ぐために緊急に縁組された用紙の、ことである。これは一種の緊急避難措置であり、当主が、既得状態から回復した場合などには、その縁組を当主が取り消すことも可能であった。当主が、すでに死亡しているにもかかわらず、周囲の者がそれを隠して、当首の名において、 養子縁組を行う場合も指す。江戸時代初期には、大名の末期養子は、江戸幕府によって禁じられていた。武家の家督を継ぐためには、主家に事前に届け出をして、着手たあることを認められる必要があり、末期養子はこの条件を満たすことができない。おまみ以上の格の大名家においては、さらに将軍との越見を済ませておくことも、必要とされた。末期養子が、 このように厳しく禁じられたのは、次のような事情による。まず、末期用紙においては、当主の意思の確認が困難であったことによる。家臣などが当主を暗殺して、彼らに、都合の良い当主にすげ替えるなどの不法が行われる、事態を危惧したものである。しかし最も重要な理由として、幕府が大名の力をそぎ統制を強めることに、大いに意を用いていたことが挙げられる。 末期王子の禁止もその手段の一つとして活用されたのである。支配体制の未だ確立していない江戸時代初期には特に顕著で幕府の成立から三大将軍、徳川家光の地下にかけて死守がないために取り潰される大名家が続出した。これは幕藩体制を確立するために大いに役立った。しかしその反面、それらの大名家に仕えていた武士たちは 浪人となるたなく、社会不安も増すことになった。それが極地に達したのが、慶安4年に起きた、慶安の変である。優勝説ら浪人が徒党を組んで、幕府転覆を図った、この事件は、幕府の大名統制策が新たな不安定要因を生み出していたことを、はっきりと示していた。また、これより前、官営14年から翌年にかけて起こった、 島原の乱においても多くの老人が一気に加わったことがその鎮定を困難にしたとされる。慶安5年の女王の変と合わせてこれらの出来事は武断政治から文治政治への転換を促した。このような事情と幕府の支配体制が一応の完成を見たことから慶安4年に幕府は末期王子の金を説いた。とはいえ末期王子の認可のためには 幕府から派遣された役人が直接当主の生存と、養子縁組の意思を確かめる藩求と届けという手続きが必要であり、無制限に認められたわけではなかった。また、末期用紙を取る当主の年齢は17歳以上50歳未満とされており、藩以外の年齢の当主には、末期用紙は認められていなかった。17歳未満の者が許可されるのは、漢文3年。 五十歳以上の者が許可されるのは、天那三年になってからであった。それも当初は、米沢藩の上杉綱則の相続のように、すべての所領を相続できず、現地されるといった代償が存在した。その後もこの基準は公式には、遵守されており、教法四年に、秋広島藩の師藩三次藩主、浅野長恒が公式上十三歳のために、 末期用子が認定されず海域となり、相藩にあたる広島藩に所領が併合され、藩主は広島藩主に転籍している。また、元禄六年に、備中松山藩主水谷勝美が、親族の水谷勝晴れを末期用子としたものの、その直後に、当の勝春が正式な家督相続前に亡くなった際には、末期用子の末期用子は認められず、水谷家は海域となっている。 養子を取る当主の17歳以上という年齢の制限やおまみを済ませたという制約条件は将軍が初代名や家臣に対して自身への方向あるいは将来の方向を前提に相続を認めるという建前によるものであったこのために諸藩では早い段階で死子が不在か末期養子が適用できる年齢に満たない場合は末期養子の適用が可能な年齢の一族を 仮用紙や中継ぎに立てることや、当主志望を幕府に届けるのを遅らせた上で死士の年齢詐称を行ったりしている。後者の場合、何らかの理由をつけて認められるのが常であり、形外化していた。より計画の旗本ご家人などの場合、当主の年齢が17歳に満たないことが明らかで、あっても当人が17歳と称した場合に、 それを認めるなど、幕府側が露骨に不正を黙認した例もある。それどころかそういった備えができないまま末期用紙の金に定職しそうな場合には、藩主のすり替えが、時には幕閣の示唆で行われたことすらあった。藩主のすり替えの例以後も次のような藩主すり替えが行われている。これらは幕府に対しては内密で行われた。また、文政8年には、 備中鴨型藩において、極めて病弱ながら存命であった池田正弘とその弟の生前を初おまみの前にすり替えることが行われた。こうしたすり替えは、多くの場合、すり替えても不自然ではない年齢で、血筋上も妥当な相続者を一族内から選び、藩内で内密に行われたが、人吉藩のケースでは両者とも竹からの養子であった。 藩主志望を幕府に届けるのを遅らせた、霊凍酒の旨味なしで養子が認められたれ明らかな、ムつぐにもかかわらず海役を回避した、霊場術のように、幕藩体制が安定して、以降、幕府は、次第に海役を控えるようになっていく。ムつぐで藩主が死去しても、由緒のある家であれば、事情を考慮して縁者に相続が許されることもあった。ありがとうございます。